2004年欧州議会議員選挙は2004年6月10日から13日にかけて欧州連合加盟25カ国で行われた732人の欧州議会議員を選出する選挙。選挙日程は各国の選挙の通例により異なるものとなった。集計作業は投票終了後から行われたが、結果の発表は投票が終了していない国の有権者に影響を 与えないようにするために6月13から14日まで行わないことになっていたはずだった。ところが、オランダは6月10日を投票日としていたが、その日の晩に直ちに集計を行って、ほぼ確定に近い暫定結果を発表し、欧州委員会から厳しく非難された。今回の選挙での有権者数はおよそ3億4200万人で、民主的な選挙としてはインドに次ぐ世界で2番目に、 大規模なものであり、国境を越えた直接選挙としては、史上最大のものであった。また今回の選挙では前月に、欧州連合に加盟した10カ国から初めて、欧州議会議員を選出することになり、審議会は732人の議員で構成されることになった。選挙の結果、各国内での政権政党は全般的に敗北し、他方で欧州会議派の政党が票を伸ばした。 この選挙では、どの政党も過半数に達することはなく、議会の勢力図は十カ国が新規加盟したにも、かかわらず従来と変わることがなかった。二千四年六月三十日までにまとめられた、加盟国ごとの結果は、以下の通りである。オランダの投票の様子イタリアの各党のリストを示す、ポスター今回の欧州議会議員選挙と同時に、ルクセンブルクでは大議員選挙が、リトアニアでは、 セーマス選挙がそれぞれ実施された。また、イングランドとエールズの地方選挙、アイルランドの地方選挙、ベルギーの地域圏選挙、イタリアの地方選挙、ドイツの駐輪ーリ議会選挙も実施された。ありがとうございます。